で例えば y イコール 2x 次乗プラス 3x プラス1の話は前々でよくやってあります。でこれは多分まあもうみんなやったのの復習でございますが、2分の 3x プラス1で、でこれを2でくくってという話でしたよね。でこれ、プラス1のマイナス2倍の4分の3の次乗でした。ですみません、これはもう前回までの復習なのであまり説明をいたしません。まあ、ここまで来ました。こういうことをしましたね。そうですね、次乗を作るためにまず2でくくってして、この半分の次乗にして、これに次乗の2倍を引くと、でこういう全然完了でございます。でこのグラフはどうなりますかというと、 XY で、これはもう1限目の話なんで超特急で話してますけど、まあ確認で、これ右左どっち行くの、はい、左ですね、いくらですか、はい、でこれが x=4 分の3というのが軸の方程式という話でしたね。すいませんね、これ分かってる人はもうなんでやるんだって言われるかもしれないけどね。で、はい、上下どっち、下ですね、いくら、だからマイナス4分の3のマイナス8分の1が頂点ということでございます。でまあそれでこうなりまして、はい、 y 切片が1ですね、ここの1が y 切片になると。要するに x が0の時ですよね。 y 切片というのは x が0の時です。さあ、じゃあこの値は何でした、今日どうやって求めるんでした、そうですね、ちょうど今から x 切片と言わず、ここのことをじゃあ特に何と言うかというと、解というふうに言ってました、解と言ってました、二次関数の解でございます。でその解は、y が0とこういうふうに言ってまして、 y、 あ、すいません、 y が0でしたね、間違えますね、はい、で、2x 次乗プラス 3x プラス1イコール0としました。はい、でこれはどうなるの、このじゃあ解はいくつですか、これどうするんですか、どうやって求めますか、これ、はい、うん、解の公式、そうですね、解の公式もあるけれどもどうするの、そうですね、因数分解ができる人は因数分解、じゃあどうやって因数分解するか言ってください。 2x、 あ、すいません、2x プラス1、まあ、分からない人のためにこれ x って書いてイコール0と言って、で、まあ、2x かけ 2x で 2x 以上だろうと、であと1だからプラス1かマイナスマイナス1マイナス1かと思ったらこうなってちょうど 3x になる。でちょうどこれが0、これが0が0になりますので、 x の値は下になって残りません、そんなに重要でない、まあ重要なんですけどこうなると。でここがマイナス2分の1でマイナス1になるんだということで結構ですね、すいませんね。まあこういう話でした。でところが今あなたは解の公式と言いました、言いましたね、別にそれいいんです、今日期待してるんですよ、その方は。じゃあ解の公式にしてみたい、解の公式をしてしまった場合、結果は一緒ですけど、2分の、2a 分だから4です、すいません、ああ、一応頭の考え方を見るから、公式じゃ2点というのは掛け算です、掛けです、 2a 分のマイナス b プラスマイナスb 次乗マイナス 4ac、 こういうふうになるわけですね。それで結局 x イコール4分のマイナス3プラスマイナス c2 が8の9引く8でルート1だから、まあルート1って書きたくはないんですけど、一応こうなって4分のマイナス3プラスマイナス1となります。でそこでポイントなんですよね、この解の公式なんですけど、これってさ、解の公式したら何とかプラスマイナスルートってなるよね。ってことは解がちょうどこれ2個出てるんだけど、ここが数字として揃えば解は2個になりますね、プラスマイナスだ、何とかプラスマイナス、何とかプラスマイナスだ、ということはここが数があれば答えは2個出るんですね。してもっと言う、こう二次関数があったときに、ここの値は何とかプラスルートになるか、ひょっとしたら。でしょ？で、ここの値は何とかマイナスルートになるか。それともっといいこと言うわ。軸は丸になるんじゃないですか。でしょ？何とかプラスルートとマイナスルートだから真ん中だからなんですよ。そうなんですね。軸はここなんです。で、解はここなんです。こうなってることを考えるんですね。いいですか。これちょっとまあ
当たり前のことなんだけど、中学校の時にこれは教えてないのかな。ってことは、二次関数のグラフって、こうなってこうなった瞬間に、こことここはなんとかマイナスルートで、なんとかプラスルートだよっていうことでしょ。まあまあ、それはまあ、まあ、同じこと言ってるだけですけどね。じゃあもし、この三角が、まあだからこれ、なんとかプラスルートをゼロってなることがありますよ。だからないときゼロ。その時はどうなるか。で、その時はどうなるかというとですね、例えば x 次乗マイナス 4x プラス4イコール0なんていうのは x マイナス2の次乗なんですね。で、これは x マイナス 2x マイナス2なんで、これはどうなるかというとこうなるんです。ここが2でここが2ということですね。だけどこれはありえない。数直線で同じ数字が分割することないでしょ。2と2同じだからこれはありえない。そしたらどういうことになるかというとこれはありえない。ってことは多分これとこれがドッキングするはずだからこうなるはずなんです。でしょ。ほらこれ分かれてる、これ1箇所のこれしかここないでしょ。だからどうなるかというと今こうなったらこれ0です、0です、0です。0の時はこうなるから、でこうなった時、まあここは正の数の時はこうなるなんです。そしたら気になるのは負の数の時、負の数の時はどうなるか。だから、すいません青で書きます。もうこれもう黒板むちゃくちゃですけど、マイナス 4x プラス5イコール0。そしたらこれは解の公式をしたら4プラスマイナス16マイナス20だから2分の4プラスマイナスルートマイナス4になります。でこれは虚数というやつです。でこれはどうなるかって、グラフは書くとどうなるかというと、すいませんね、すごいこうなります。あー、だからこれ y、 まあまあこうしましょう。でこれグラフで y イコールで考えると、青で書いてるから頭の中で整理されてると思いますけど、これが2で、ここが1です。これ交わってません。要するにルートの中が、要するにマイナスになるとこういうケースになります。だから今パターンが分かったと思うけど、解の公式のルートの中が正だったらこういう2箇所交わる。でこのことを、この正の時を、異なる実数解を2つ持つと言います。異なる実数解、実数というのは数直線上の数字ですね、解を2つ持つと言います。で、この0のケースはどうなる。0のケース、ちょっとすみません、オレンジで書いてみましょうかね。ここちょっと同じじゃダメなんで、ちょっとすいません、まあ、まあ、ちょっとした抵抗ですね。ここですね。そしたらこれは、重解を持つと言います。これ重なる解、2が重なっているので重解を持つと言います。そして、これは解の数は2つでございます。重解だから2つ、2を2つ持ちます。だからこれは、これも解を2つ、これは解を2つ持ちます。で、これの時はどうなるか、この時はこれはどうなるかというと、これは、2つの虚数解、要するに丸プラスマイナスルート負だから、結局これは丸プラスマイナスルート、まあ例えばこれだったら、ああそうですね、この負の時っていうのは、まあちょっとやめましょう、これはこのぐらいにしておきまして、2つ虚数を持つので、異なる2つの虚数解です。虚数解、すいません、ね、これ後でちゃんとまとめてくださいね。こういう風になります。いいですね。ということで分かってきたと思いますが、この赤とオレンジと青があるように、最終的に何を言いたいかというと、このルートの中の数字、すなわち b 次乗マイナス 4ac が、いわゆる正か負かどうか、これを d と言って判別式と言います。そしてもう分かってきたと思いますが、この時は D は正です。でこれは D は0でございます。そしてこれは
D が負の時でございます。B 次乗マイナス 4C が正か、正か0か負かということです。よろしいですね。ということで、理解できましたか？お、はいと言いましたね。大丈夫ですか？はい。じゃあこれを、すいません。あちこち書いてますが、まとめてください。うまく自分なりに。はい、疑問ってありますか？今僕の喋ったことで疑問はありますか？ないですね。じゃあ、やって、